皆さん改めましてこんにちは。こんにちは。本日はこう静岡市の方にこう松屋さんとのご縁の中で今日はこのように話がさせていただける機会をいただきましたことを心から感謝申し上げたいと思います。松坂市長を今ちょうど私7年目になりまして、ちょうど私33の時から松坂市長、33になった時から松坂市長をさせていただいて、今が7年目で2期目 のちょうど2年半経ったところなんですけれども、本当に私の場合はこう松坂市民の方々の声を基軸にして、自分がこのような政治をしたいとか、このような行政がしたいとかっていうのを自分のこうトップダウンで進める街づくりではなくてですね、可能な限り現場の方々の当たり前の幸せでとか当たり前の痛みという部分に対して、しっかりとさまざまな案件に関して声を聞きながら、毎週末大体いろんな課題においてですね、ワークショップやシンポジウムなどをやりながらですね、市長の考えが正しいではなくて、市民の方々の多様な意見というのがありますよと、その多様な意見というものをみんなで話し合って、そして責任持って最後は行政が覚悟を持った決断をしていく、そのような今市政運営をずっと続けてきたところでございます。私自身今松坂市長という立場と、もう一つピースウィングという団体を、これは一つ の市民運動として、ちょっと閣議決定が起こった1週間後に立ち上げさせて、閣議決定ちょうどもう約1年前になりますけれども、閣議決定が行われたちょうど1週間ぐらい後にですね、この部分においてはもう間違いなく国の違憲行為そのものであり、これは国民自体が原告団となってしっかりと法的な枠組みを通じて戦っていける問題であるという部分の中で、会員を集め、今会員数自体は1500人ぐらいに今なってきたのとともにですね、もし会員に入っていただける方がいればですね、改めてまたご応募などもいただければ、そして原告団という形で実際に覚悟を持って裁判をしようというメンバーも今600人ぐらい集まっておりまして、原告団登録いただいている方も集まって、そして今最近テレビにもよく出られる小林節さんという憲法学者の方に一緒に今特に責任を持って一緒にやっていこうよという部分と、あとは弁護士会の方々とも今話し合いをさせていただく中で、なんとか裁判にこういう一人一人の当たり前の幸せ平和的生存権が奪われるこの現実を変えていかなきゃいけないという思いで今原告団を作らせていただいているところでございます。できれば法案形成ができた出てきた後ぐらいにはもう裁判に向かいたいなというふうに思っています。ただ今日はこの辺りのプロセスを話そうではなくて、ちょっとまずは土俵としてですね、集団的自衛権とは何だろうという本質的な部分を少し話させていただくとともに、あとは今の違憲と言われている憲法って何だろうという話の原点から少し話をさせていただきたいなと思います。そんなことももしかしたらここにいる意識の高い皆様方は分かってるよって言われるかもしれませんけれども、まずそこからスタートをする中で、この憲法違憲という問題、そして集団的自衛権の本質的な問題、そこに入らせていただきたいと、よろしく今日はお願い申し上げます。ちょっと熱いんで上着脱がしていただきます。まずですね、皆さん憲法ってこう当たり前のようにこう私たちのこう中でですね、憲法9条って何だろうとか、こう憲法ってなんかアメリカから押し付けられたものじゃないのとか、いろんな話ってありますけれども、憲法の理念ってどのあたりから生まれてきたかっていうと、実はフランス革命って皆さん聞いたことあります？1789年にフランス革命っていうのがある中で、それまでフランスって憲法体制ってなかったんですよね。王政だったんですよね。王様が王様って正しいことをする王様も実はいるんですね。王様が悪いわけではなくて、王様って正しいことをすることもあれば、もしかしたら悪いことをするかもしれない王様って当然出てきますよね。独裁国家ってそんなもんですよね。もしかしたら隣の朝鮮においてもですね、キムさんはもしかしたら私たちのところ伝わってこないけどいいことやってるかもしれない、でも独裁的に本当にミサイル飛ばしたりとか悪いことするかもしれない、でもそういうのが王政ですよね。実はフランス革命が行われるまでは王政という形で、議会もなく憲法体制もなく、王様が決めたことが全て正しいと。でもそういう体制ではやはり国民意思っていうのが反映されないし、王様の独裁に対して権力をしっかりとストップをさせるために憲法っていう体制が必要ですよねと。
そういう理念から国民運動として憲法が作られた。それが今の日本国憲法にしても世界の憲法よりも理念であって、実は法律の上とか下とかそういうものではなくて、権力っていうのは王様っていうのは、まあ、権力と王様ってちょっとイコールで考えてもらうけど、王様とか権力っていうのは必ず悪くなる可能性があるんですよね。まあ、今の安倍さんがええか悪いかはちょっと別として、ああいうおバカな王様っていうのはああいうバカな王様っていうのはどこの時代でも生まれうるんです。そう、権力っていうのは、まあ、市長にしても総理大臣にしても、まあ、本当にバカな王様っていうのはいつの時代で生まれうるんです。これ安倍さんだけじゃこれまでなかったと思うんです。でもそういうバカな王様が生まれても、バカなこう政権が生まれても、それに対して歯止めをかけるためのものが憲法なんです。憲法っていうのは国民生活を抑制するものではないんです。ちなみに法律っていうと、例えば刑法であるとか民法っていうのは一定の市民生活に対してルールを作るのが法律なんです。一定の市民生活にルールを作ってさまざまな利害関係を調整したりとか、悪いことをあまり国民の方々がやってしまうとっていうのが刑法であったりとか、また民法とか商法とかで民間同士の争いを仲裁する、これが民法や刑法なんです。でも法律を抑制するためのものが憲法であり、総理大臣や裁判所やそして国会を抑制するのが憲法なんです。その憲法の重要な一つとして平和主義っていうのがあります。それが憲法9条ですよね。あとは例えば表現の自由とかもありますよね。なぜ例えば表現の自由っていうのが作られたかというと、これまで国家権力が戦争中とかにおいては、第二次世界大戦とかにおいてはですね、権力が国家に反するような表現っていうのはやっちゃいけないよっていうのを止めてきたわけですよね。そういうことを権力が表現の自由っていうのを抑制してしまったら、本当に市民の方々が当たり前に生きる、当たり前に意見を言って、ちゃんとした権力体制を作るためのこういう市民の道具っていうのが失われてしまう。だから表現の自由っていうのを権力が妨害しちゃダメですよっていうのが表現の自由で抑えられてるんです。そして憲法9条の平和主義、公選権を持ちません、武力を一切放棄しますと、国際紛争を解決する手段として武力は一切放棄しますと、公選権は認めませんって言ったのは、これは国家の覚悟であって、これは権力者の解釈によって培われるものではなくて、日本国民が、これアメリカから与えられた動向の問題じゃないんです。日本国民が戦後の反省の中で絶対に権力に守ってもらわなければいけないルールとして憲法9条を課したわけです。憲法全文があって、その憲法全文の基軸に基づいて憲法9条1項2項という形を作ったのは、どんだけバカな安倍さんのような方が生まれてきても少なくてもこれだけは権力として守らなきゃいけないルールとして憲法9条を定めた。それが憲法9条なんです。それをですね、この前あれ石破さんじゃなかったですかね、防衛大臣中谷さんですかね、中谷さんがもうとんでもない発言をされたなと思ったのが、この安保法制に合うように憲法を解釈をしなきゃいけないと、バカじゃないのかと思いました。こんな人が大臣をしているのかと、法律に合うように憲法を解釈する、現実に合うように憲法を解釈する、違うんですよ。憲法自体は国民意思で作られていて、どのような現実であるとか現場であるとか法律が定められたとしても、その法律を憲法に照らし合わせたらおかしいよ、法律を否定するために、権力者の行為を否定するために生まれたのが憲法なんです。それがその法律や行政行為がうまくいくように憲法を解釈しましょう、こんなことを権力者が言い出したらめちゃくちゃです。これは王様と一緒なんです。王政と一緒なんです。今の安倍政権の大きな問題というのは、国民意思によって権力というものをコントロールすべき憲法を自分のもののように思って、自分たちが憲法を超える存在として解釈ができるんだよと、平和主義なんて現実ではこう本当に国際社会がこう緊迫しているから、じゃあ平和主義ってこんなもんだよね、こんなもんでいいよね、それに合わせて憲法を解釈しようよ、
そんな軽いノリで、あのバカな安倍さんがですね、憲法のほとんどけの字も多分知らないと思うんです。憲法のけの字も知らないような方が、その憲法を自分の個人的な感覚であるとか、こう危険だからとかという感覚で操っている、こういう体制自体が今立憲主義の危機だと思います。これはあの単にこの国際社会全体に対しての平和主義の危機であるとか、その話はまた後ほどですね、あの集団的自衛権という意味合いで話はさせていただきますけれども、そもそも憲法という日本の国家の原点であり、国民意思によって作られたものであり、権力を抑制するための憲法を守らない政権が生まれてきたということが、この国家の危機的状況だという認識をまず持っていただきたいなというのが思います。あの本当にあのどれだけこれまで歴代の総理大臣がバカであったとしても、憲法だけは守ってきました。憲法に対しては権力は抑制的に関わってきました。だからこそ今の安倍政権に対して、歴代の自民党の幹部であるとか総理大臣とかが、今の政権の状況はおかしいよねと、異常な状況になっていると言って、歴代の自民党の方々ですら否定するのは、この立憲主義に対する否定、このこれまで自分たちが自民党政権の中で守ってこられたその部分に対しても否定をしている状況が安倍政権に生まれているというのが、今のこの時代における一つの問題点だと思います。そこは一つ話をさせていただいて、もう一つは集団的自衛権という本質的な問題です。実はあの私あのこの市長になる前、何をやったかというと、アフリカので NPO 活動をしておりまして、あのソマリアとケニア の国境地帯で、私は実は医者の免許もちょっと持っておりまして、あの戦争の跡地において医療活動などを行わせていただくとともに、あの本当に水も電気もないようなところで1年間ぐらい過ごさせていただく中でですね、本当に一度政治が壊してしまった現実というのを、本当に政治がまた取り戻すこと、または現場の方々が取り戻すことの難しさというのは、私は本当に身を染みて感じてきました。私は南アフリカのアパルトヘイト、あの跡地にも、アパルトヘイトが終わって15年ぐらい経ったところでは南アフリカにもいたんですけれども、南アフリカのアパルトヘイトも実際マンデラさんがなってよかったよかったってこうならずにですね、実際アパルトヘイトっていう人種隔離政策、差別が終わった15年後でも、よりあの格差は実は広がってるんですよね。いくらあの政治がいやもう人種差別やめるよって言っても、一度差別として作り上げてしまった現実が、20年後30年後でもなかなかその経済的な格差や偏見や差別っていうのが取り返すことは難しい。これは政治で取り返すのも難しければ、あの現場で取り返すことも難しい。そういうだからこそ政治とか私たちの当たり前の幸せっていうのは、一度壊してしまわないようにしなきゃいけないんですよね。壊してしまってからでは本当に取り返しがつかない。これまで70年間日本という国家が、そしてその国民が平和主義という形の中で、これまで海外から侵略国としてのレッテルを貼られていた日本国民が、日本の国家が70年間平和主義という名のもとで多大なる平和貢献を世界にしてきました。そして穏やかな国民性として、本当に私も世界20カ国以上回ってますけれども、どこの国に行っても日本人の信頼であるとか、日本国民の信頼であるとか、平和国家としての信頼はどこの国に行っても間違いなく育っていました。70年前には侵略国家として、あの本当に今でもまだ国連憲章では敵国条項って残っている状況なんですよね。そういう国連憲章で敵国条項残っているような侵略国家として扱われていた国家が、70年間の平和主義に基づく平和的貢献をしてきた、そして国民意思の下で大きな反省に立って、自分たちは平和な国家の中で次の世代にバトンを渡していかなきゃいけない、こういう思いの下で育ててきた70年間の誇りを今壊してしまう必要があるのかというのが原点であって、これが一度壊れてしまったら本当に政治や現場で取り返すことは難しい。当たり前の平和の中で生きている時にはなかなかそれが感じられないんですよね。私たちってこうあまりにも平和すぎて、例えば平和っていう言葉を日常会話で出すと、なんかちょっと気恥ずかしい気持ちにもなるぐらいなところになると思います。平和って言葉を言っている人が何かちょっと大丈夫な人なのっていうふうに思われがちなところも実はあるんですよね。何かこう、あちょっと言い方悪いですが、怪しい団体に入っているのとか、あのいや本当にそう思いません。でも平和って意外に言いにくいんですよね。でも普通
本当に海外で平和を望みます、平和に対して努力をしますって、逆に日本ほど平和な国家がないからこそ平和って言いにくいし、平和っていうことを叫んでいる人ほどなんか怪しい団体とか怪しい行動とか、あの人大丈夫かって本当思われるぐらい平和なんですよね。普通は私たちの国の理想は平和ですとか平和を目指しますっていうのは本当に世界の理想なんです。その理想的な状況を現実として作ってきたのがこの日本なんです。その中でこの集団的自衛権の問題ってどこにあるのか、実はこの戦後、特に第二次大戦後70年間の中で最も戦争をしてきた国家ってどこですか？はい、即答ですよね。本当に誰がどう考えてもアメリカですよね。そうなんですよ。で、世界の認識もそうです。世界のさまざまな国々の、アジアやアフリカの国々の一般の方々の認識も、アメリカほど戦争を仕掛けて世界をかき回してきた国家ってないというぐらい認識があります。だからテロとかされるんですよね。テロとかでアメリカに対する標的になるっていうのはもう当然ですし、本当にこれまで歴史の中でよく日本ではこうアメリカと同盟結んで、メディア自体もですね、非常にこうなんか洗脳されてるなと私は思うんですけれども、世界の警察官とかって言葉使われるじゃないですか。私はいつも世界の暴力団だなと思ってるんですけども、本当にこうマフィアみたいなもんでですね、こう本当にアメリカって世界中に圧力をかけながら自分の思い通りの体制にならないところに対しては武力を行使して言うことを聞かせる、それをきれいに自衛権でとか抑止力を持ってとか平和を作るとか、実は多くのアメリカが関わる戦争っていうのは国際貢献活動としてではなくて、自衛権っていう言葉を使ってアメリカは戦争を仕掛けています。アフガニスタンに対しても自衛権という言葉で関わりました。先般のイラク戦争に関しても自衛権という言葉で関わりました。なぜ自衛権という言葉で関わっていくかというとですね、結局国際社会の承認って得られないんですよね。よく湾岸戦争とイラク戦争一緒のように語る方もいるんですけれども、ここは私ちょっとぜひ皆さんに分けて考えていただきたいと思います。もちろん湾岸戦争もダメじゃないかっていう人もいると思います。国際派遣活動全部ダメじゃないかっていう人もいるかもしれません。ただ単純にそう言うと本当に説得力がなくなってしまう中で、一応ちょっと湾岸戦争とイラク戦争の違いだけ今少し話しさせていただいて、そこに対するアメリカのアプローチってちょっと認識いただきたいんですけれども、湾岸戦争の時はクウェートの危機的事態、クウェートの本当国家そのものがなくなるという状況の下で、曲がりなりにも国際社会の下で国連決議678決議という形の下で安保理決議というのが行われました。これは中国、ロシア、フランス、アメリカ、イギリス5大国と言われている、常任理事国ですねとともに非常任理事国すべて、そして国連の総会決議という国際社会全体の決議においても、これは多国籍軍というこういう国連が認めた軍隊によってみんながちょっとずつ軍隊協力し合ってある程度軍事的に解決しなきゃいけないよねっていうことを決めた上で、湾岸戦争はアメリカ軍も多くの軍隊っていうのが他の国々も多くの軍隊を出して協力をしました。ここにはもちろん湾岸戦争でそういう多国籍軍に派遣するのもダメだよって言われる方もたくさんいると思いますけれども、ただ少なくても湾岸戦争というのにおいては、少なくても国連決議または安保理決議という国際社会の一定の権威づけ承認によって派兵がされていました。で、実はそこに対しては日本は派兵できないよっていう言い方をしたんですよね。でもイラク戦争はどうだったか。イラク戦争においては国際社会における国連決議も全然整う状況じゃない、多くの国々が反対をしていた、そして安保理決議も当然イギリス以外は誰も賛成をしない、多くの世界的な国家がその大量破壊兵器があるから自衛権を持ってこの空爆をするっていうアメリカの決断に対して、アメリカとイギリスの決断に対して多くの国々が実は全く納得をしてなかった、そのような状況の下で日本政府、当時小泉さんでしたけども、小泉さんは何て言ったか、アメリカやイギリスの軍事活動を支援して協力をする、湾岸戦争の一定の国際社会のルールの時にはですね、いや軍事活動だから参加はできないよって言っていた、でもイラク戦争の
全く根拠がない、アメリカの自衛権と言われているだけの、アメリカとイギリスが集団的自衛権に基づいて大量破壊兵器があるから戦争を仕掛けますと、アメリカイギリスだけの価値観で戦争を仕掛けた行為に対しては、当時日本政府は賛成して協力しますよって小泉さん堂々と言ってるんですよね。これが日本の、本当に国家のレベルですし、アメリカやイギリスとかは国際社会の承認なく自衛権という言葉だけを使った形でいろんな戦争って行ってきたんですよね。アメリカがこれまで集団的自衛権っていう言葉を使った戦争でうまくいった試しって何かありますかということです。アフガニスタンにおける戦争、ベトナム戦争、イラク戦争、大量破壊兵器があるかもしれないから自衛権で、大量破壊兵器なかったんですよ。それでごめんなさいで済みますかということですよ。それに対して日本も何の根拠もなく、いや同盟国のアメリカさんがやってるからおそらく自衛権自体も正しいもんなんだろうという適当な認識のもとで協力しますよと言ってるんですよね。そういう協力を軍事的にしますよというのが集団的自衛権なんです。これまで日本は国際紛争には関わりませんと、これは武力を海外で行使するかどうかが重要なのではなくて、集団的自衛権の最も危ない論理というのは、他国が自衛という目的で戦闘行為を仕掛けた時にそこに対して協力できますよというのが集団的自衛権なんです。よく集団的自衛権と国際貢献活動と、あとは個別的自衛権と集団的安全保障っていうのがいろんな意味でごっちゃになってます。まず集団的安全保障っていうのは、例えば日米安全保障条約です。日米安全保障条約で日本の国を守るために日本の意思に基づいて防衛をする、そこにアメリカ軍と協力する、これは集団的な安全保障なんです。集団的自衛権ではないんです。で、個別的自衛権というのは、日本の国民とか日本の国家に危機があった時に、日本の国家が自分の意思に基づいてこういうさまざまな形で、これは別に範囲なくですね、別にこの個別的自衛権というのは別にそれこそホルムズ海峡でも本当はいい話なんです。自分たち の国益を守るためにという部分で、自分たちの国家の意思で自衛をしますというのは個別的自衛権なんですよね。で国際貢献活動というのは、さまざまな国際社会における停戦区域などにおいてですね、こういう自衛隊などを使って協力しますよと、これが国際貢献活動。集団的自衛権というのは全く違った論理で、他国がアメリカとかイギリスとかオーストラリアとかニュージーランドとか、こういうところが、いやこれは自分たちの自衛の戦争になるから一緒に協力してくれない、自分たちの軍隊と一緒に、または自分たちの軍隊の代わりに日本の軍隊も私たちの戦争に協力してよっていうのが集団的自衛権なんです。自分たちの国の論理じゃないです。よく今ごまかすかのように、特に公明党さんがこう条件をつけたのでちょっとややこしくなってるんですよね。個別的自衛権と集団的自衛権がなんかこうごっちゃにあえてわざとしてると思います。自国の旧迫不正の侵害であるとかですね、本当にこう危機的な状況になった際には、こういう例えばホルムズ海峡でこう機雷除去ができるとか、でも戦前第二次世界大戦の戦前を考えた時に、満州に攻め入った、または中国に攻め入った、または東南アジアに攻め入った時の理由ってどうだったかっていうのが、エネルギーを確保するために、国家における危機的な状況だからエネルギーを確保するのが日本の国益にとって絶対大切だから、日本国民の国体であるとか国家を守るために戦争してるんだ。これって戦前と同じなんですよね。国家を守るため、国民を守るため何でも戦争しますよと、それって自衛権って言葉を使うだけであって、実際は戦争なんです。世界の歴史の中で侵略戦争しますせと言って、もうどこまででも世界征服しますせって言って戦争したのと、おそらくアレキサンダー大王ぐらいだと思うんですよね。それ以降においてはほとんどの戦争っていうのは何らかの理屈をつけて、自分たちの国家のために、国民のために、そして自分たちの安心安全な社会を守るためにという理屈をつけた中で、自衛権という理屈によって戦争を仕掛けてきたのがこの国の歴史なんです。この世界の歴史なんです。そこを踏まえた中で、いくらでも
国家に対する危機的な状況、国民に対する危機的な状況、こんなことっていくらでも理屈はつけられるんです。特にまあ下品なのがエネルギー確保というのは国際社会の中で最も重要な部分なので、ホルムズ海峡に嫌いよくできると、こんなん言い出したら本当にあのアメリカとそれだけ仲いいんだったら、一番こう石油とかあのこういうシェールガスとかあるのはアメリカなんだから、別にホルムズ海峡に閉鎖されてもエネルギーって他のところで外交政策でいくらでもできるのに、何が国家の危機的状況なのかっていうのをこう本当に簡単に言える話では本来ないはずなんですけれども、何とでも自衛っていう言葉っていうのは本当に使いやすい言葉であって、これまでアフガニスタン、ベトナム、イラク戦争、そして今回のトルコ、トルコにおいても実はトルコ自体は集団的自衛権アメリカに発揮してほしくないって言ったにもかかわらず、いやいやもうこれはあの個別的自衛権でトルコに対して自分たちの国家の存続に関わるからっていうので、トルコの承認も得ずトルコに空爆をアメリカはしてるんですよね。こういう自衛っていう言葉はいくらでも言えるんです。アメリカがイラクに関わること、トルコに関わること、それが本当にアメリカの国民や国家に対して重要なあの本当に利益や動向につながるっていうふうに誰か思いますかね。あの本当にイスラム国によってですね、2人のジャーナリストが亡くなったと、まあ、これは本当に由々しき事態ですし、イスラム国自体の活動に対してのアプローチは大事ですけれども、でもそれを国家として個別的自衛権という言葉を使って、または集団的自衛権という言葉を使って軍事行動をすること、これに対して日本が共に軍事行動をするっていうのは、これはもう戦争そのものなんですよね。このような相手国の、あの利害関係や自衛権という理屈に対して日本政府も共に乗って軍事活動をする、これが集団的自衛権なんですよね。このような方向性を認めていったら、本当に世界各国どこでも、いや日本にとっては旧約聖の侵害だから、またはアメリカとの同盟関係って日本の本当にこう基軸となる部分だから、ここで活動しとかないと私たちの国の安心守れませんよと。これまでは憲法9条というのが、冒頭に話しましたが、憲法9条という日本の国民が権力に課したルールが明確に権力者で守られてきたから、集団的自衛権は憲法上許されるものじゃないと断言できたわけです。それを権力を乗り越えようとするおバカな権力者が出てしまったからこそ、今集団的自衛権という明白に憲法違反なものですら、そして他国の戦争に関われる権利ですら、解釈という安易な本当に道具によって認められてしまいかねない、そういう現実が生じているということを、あのここで少し話をさせていただきたいなと思っています。あの本当にこの集団的自衛権っていう論理をですね、あの認めていってしまうことっていうのは、あのこれまでアメリカがベトナムにおいて、アフガニスタンにおいて、イラクにおいて関わってきた自分たちの利害関係に基づく軍事的利益、まあ、アメリカの場合軍産複合体という形で軍備が売れると本当にあの経済が活性化する、そして選挙においても軍事産業がアメリカを大統領選挙などは応援する、そういう現実がありますので、アメリカっていうのは軍事と政治と経済っていうのが一体となっている国家ですので、世界各国で軍事行動をすればするほど産業が潤う、国家が潤う、そして国家の威信が高まる、このような状況ですけれども、実はあのアメリカにおいては軍事費を今削減しています。今のリバランス政策という形でアメリカにおいてはですね、今の軍事費を削減してその負担を世界各国に持っていただこうというリバランス政策というのがアメリカ国内で、アメリカだけが、これまでさっき言ったようにアメリカだけが世界の暴力団をするんじゃなくて、あの暴力団の元のチンピラを世界各国に増やしていこうというのが今のアメリカの戦略であって、そのまあ負担金ですよね、まあ、上納金をちゃんと世界各国からもあの持ってもらわなきゃいけないよねっていうので、まあ、ドイツや韓国や日本に対してあのアメリカ政府がですねアプローチをする中で、あの本当に、まあ、これ民主党政権ぐらいから結構アメリカになんかもう飲まれてきてるなっていうのはすごく感じてはいたんですけれども、こう間違いなくあの郵政民営化あたりからですね、もう本当にアメリカのこう様々な戦略に日本政府が巻き込まれる中で秘密保護法案ができてですね、そして憲法改正の中で集団的自衛権が使える国家になっていく、安倍さんがですね、いや世界各国どこ回っても私は批判されたことがないですよと、みんなに喜ばれるんですよと、そりゃそうですよ、そりゃ自分たちの国家や軍隊の代わりに日本の軍隊が血も汗もお金も流してくれる、
それはどこ行っても喜ばれますよ。それはどこの政治家でも、今アメリカやイギリスやニュージーランドやオーストラリア、安倍さんよく回ってますけれども、それどこの国に行っても、いや日本は集団的自衛権、いや認めることにしたんですよ、いやそれは良かったですね、私たちの軍隊と共に戦ってくれるんですねと、どこ行ってもそれ喜ばれます。ただ一方で世界というのは一つの価値観ではありません。私もアフリカに行き、アジアに行き、多くの方々の現場でいろんな話をしてきましたけれども、世界でやはりこう嫌われている国家2つやはりあるなと思います。中国とアメリカです。これはもう間違いないです。で、何がというと、やはりこう中国も本当に拡張政策の中で、世界の中で、これはまあ商業的な拡張政策、軍事的な拡張政策の中で、もう間違いなく世界の中で決して認められる、平和の中で認められている国家ではないというのは、一般住民レベルですごく感じています。で、もう一つやはり嫌われているのはアメリカです。やはりこうアメリカが残した戦争の火種であるとか、さまざまなメイドイン USA の武器がですね、世界各国でやはり使われてきた現実がある中で、イスラム国の武器もほとんどメイドイン USA なんですよね。で、結局こういう現実がある中で、憎しみの連鎖っていうのは絶対に生まれます。私はですね、確かにイスラム国っていうのは本当に大きな問題がある、でもイスラム国がひどいからそれを武力で解決しようっていうアプローチでは永久に憎しみの連鎖って消えないと思うんですよね。アメリカ型の、いやああいう国家あるから全部壊してしまえっていうのは、あまりにも現場が分かっていない。イスラム国とかテロ組織とか、あとはこう戦争が行われて憎しみが連鎖しているところっていうのは、お互いに武器を取り合いながらもですね、その中で普通の一般人の生活も行われてるんですよね。この例えばイスラム国などにおいても、その中で学校の生活があったりとか、あとはガザ地区などにおいても、普通にこう本当に子どもたちが生活をしていたりとか、そういう中でどんな理屈があったとしても、テロ組織であったとしても、その例えば親がアメリカの空爆で殺された、または戦争によって死んだ、そういう時にテロ組織って、テロ組織のリーダーを殺せばテロがなくなるかって、そんなもんじゃないんですよね。テロっていうのは憎しみなんですよね。憎しみの連鎖、それが子どもさんの世代にも引き継がれて、またはその親戚にも引き継がれて、それが国家の体系として憎しみが残り、恨みが残り、悲しみが残る。本当はそういうものをこの世界で残していくんじゃなくて、例えば私はイスラム国家にね、もういくらこう相手が反抗していても、もう私は空爆じゃなくて空食とかしたらどうかなと思うんですよね。空食、カップラーメンをずっと送り続けるとかって、なんか爆弾降ってくると思ったらカップラーメン降ってきたわと。本当はそういうふうにしたらですね、あれアメリカって意外にいい国なんじゃないのって思う中で、テロをする気がなくなるかもしれません。本当に爆弾を作るお金があったら、いろんなこうアプローチがある。私は戦後70年間それを行い続けてきたのが実は日本だと私思います。アフガニスタンにおいても、例えば中村哲さんというお医者さんとかがですね、本当に医療活動をしてきたのは、アメリカのお医者さんがアフガニスタンで医療活動できないですよ。日本っていうのは中立で、自分たちの国家に対して現場に対して人殺しはしない国家だと、戦争として軍事的にはそういうアプローチはしない国家だ、特定の政治権力には関わらない国家だというイメージがあったからこそ、さまざまな NPO 活動や医療系の団体であるとか平和活動が世界でできたんです。でもアメリカの二軍のような形で、アメリカの暴力団のチンピラのような形でですね、世界で平和という理念のもとに、偏った理念のもとで平和活動を軍事的にやった時に、もし命が失われた場合、その憎しみの連鎖というのは本当に多くの方々に広がった中で、または次の世代にも憎しみが広がった中で、日本の国民に対して、そして日本人に対して、日本という国家に対する不信感というものが生まれていく。日本は憲法9条の下で絶対に平和という原点は国民意思の下で守っていくんだ。確かにさまざまなリスクはあるかもしれない、国際社会から舐められるかもしれない、それでも日本は70年前の反省のもとに、武器を持たない、戦争をしない、その覚悟のもとで世界の中で尊敬されるべき国家として、誇れるべき普通ではない国家として、よく安倍さんが日本って普通の国家だったら集団的自衛権持てるんですよね、権利行使できるんですよねって言うんですよね。違うんですよ。日本は普通の国家じゃなくて、世界に誇れる、武力を持たない、
戦争をしない、そして平和の覚悟の下で国民意識として生きていく、この覚悟を70年前作った国家なんですよね。それを世界に対してその思いを広げて、平和の活動を、空爆じゃなくて空食をするような国家としてやっていこうよと、憎しみの連鎖じゃなくて幸せの連鎖を広げていける国家として、あの比較にしても、そして武器も輸出もしない、そしてあの世界に対しては平和国家として多くの人道的支援をやっていこうよと、そういう意識としてしっかりと国際社会の中で立場を築いてきた。それが今の本当に安倍政権の下で、自民党政権の下では、全てがその国家としての誇りや信頼感や、そういう本当に日本国民としての70年間築いてきたものが崩されてしまうなというのも本当に残念に思うところがあります。あの本当に私自身も今の政治という世界で生きていく中で、あの私も権力者の一人です。権力というものが、一つ判断をすること、判断をしないこと、そしてその権力に対して国民の方々、住民の方々がチェックをすること、声を上げること、上げないこと、本当にその一つ一つの行動が、この町の今や、そしてこの町の未来や、子どもたちの世代の幸せや、本当に全てそのようなことに対して大きな影響が出てくるという緊張感を持って、自分も今政治の世界に携わらせていただいています。あの確かに、あの私も今地方で首長をしながらですね、あのこの集団的自衛権の問題、平和に対する活動っていうのをしている中で、なぜ市長が平和に対する活動をするの、そんな行動しなくてもいいじゃないって言われますけれども、誰かが声を上げていかないと、本当に平和っていうのって結構日本人って恥ずかしく思ったりとか、そんなこと言わなくても平和じゃないって意識がありすぎるために、そんな活動なんてするんだろうって思われるんですよね。でも当たり前に平和であることの大切さって言い続けないと、それが保たれないんですよね。それがなんとなく武力による平和であるとか、抑止力による平和っていうのが、メディアにおいても専門家の方々や学生さん方が平気で言えるようになってきてるんですよね。あの武器輸出三原則が昨年の4月に緩和をされて、あの武器が、あの日本で作った武器がですね、世界各国に輸出ができる体制が生まれました。で、その武器輸出三原則のルール、本当に馬鹿げたルールなんですけれども、紛争当事国に対しての武器の輸出は行いませんって言うんですよね。おかしくないですか。紛争していない国家に対して武器を送る必要どこにあるんですかと。武器って子育てできましたっけ、武器って料理できましたっけ、武器で掃除できましたっけ。紛争当事国じゃない国に対してだけ武器が輸出できる国家って何ですかって、こうなんですよね。おかしくないです。アメリカの国家っていうのも、これまで武器っていうさまざまな形でですね、各国に対して輸出をしてきました。例えばイラク戦争などにおいても、イラクの政府やトルコに対しての輸出しました。結局その武器って流れてテロ組織とかに行くんですよね。紛争当事国じゃないところに対して武器を輸出ができる日本っていう国家って何の意味があるんだろう。そしていろんな理屈をつけた形で平和のための武器、私実はあのこの武器輸出三原則においても、あるあのテレビの討論会に出させていただいた時に、あのこういう武器輸出三原則を緩めたことは日本にとって大事だっていう時に、平和の武器はあるんだよって言われた、あのあのこういう中日新聞の論説委員さんがいたんですね。中日新聞の長谷川さんっていう論説委員さんが、あの平和のための武器っていうのはあるんだよって堂々と言われたんですよね。いや、それどういう武器ですかと。いや、武器を使うことによってこう抑止力がもたらされたりとか、市民が平和になったら子供が守れたりするんだよと。いや、本当に情けないなと思いました。あの紛争当事国じゃないところに武器を輸出して、いや、それは平和のために貢献できるから、日本は武器を通じて平和が作れる国家っていうのはありえるんだよと、その方が言われました。そんなことを子供たちに教えていけますか。武器を持って平和が作れる、武器を持たない方が平和が作れるに決まってるじゃないですか。あの皆さんもおそらく今後平和を語る、集団的自衛権を語るときにですね、おそらく多くの方から言われる言葉があると思います。理想論だけじゃ平和は作れないよってよく言われるんですよね。あのこういう、あの本当に理想論だけでは作れないから、集団的自衛権とかそういうアメリカとの同盟で平和が保てるんだよ、そういう言い方をされる方がいます。私は70年間の平和を守ってきた、日本の憲法9条の下で平和を守ってきたことは決して理想論じゃないと思います。これは現実として
政策として戦略として明確に国家の方向性として憲法9条を守ることによってこの国の平和が守られたっていう現実をちゃんと重く見るべきだと思います。集団的自衛権があれば戦争が抑止できる、それこそ理想論です。アメリカがこれまで集団的自衛権を使って、そしてそこにドイツや韓国が関わってどれだけ戦死者が出たか、どれだけ民間人を殺害してきたか、どれだけ国家の不安定さを生み出してきたか、どれだけ国際社会に戦争種をばらまいてきたか、どれだけテロ組織を生み出してきたか、その反省を考えたら集団的自衛権で日本の国が守れる、アメリカとの同盟を強化すれば日本の国が守れる、それこそ理想論じゃないですかって言ってあげてください。平和主義を徹底することが理想論じゃないんです。集団的自衛権や武力を持って平和が守れるんだっていうことこそが理想論なんです。そんな空虚な机上の空論によってアメリカと同盟を深めれば平和なんだよとかですね、武力をしっかりとこう持ち合えば平和なんだよと、核兵器を持ち合えば抑止力で平和なんだよと、こんな理想論がこれまでの歴史の中で通用しないということを自信を持って言っていただいていいと思います。そのことを本当に私たちは恥じることなく、日本は平和主義を徹底すること、この憲法9条を守ること、このことによって平和が守られてきたという現実と実績があるんだよということを私たちは自信持って言い続けること、これが本当に大切だと思います。ぜひですね、今後本当に皆様方と共に当たり前にこの平和の中で生きている現実、そして私たちが平和を一人一人が声を出して行動していくことによって次の世代に届けていける、この現実を作るために決して理想を語るだけじゃなくて、平和主義というものを権力を抑制する憲法によって守ってきたこの現実と、集団的自衛権という戦争する権利によってこれまで国際社会の平和が乱されてきた現実というものをしっかりと把握する中で、こんな馬鹿げた方向性に国家が行くことに対して国民意思として脳を突き続けなきゃいけない、このことを本当に改めて確認する中で、皆さんと共に本当に日本全体の中でこのような行動を共に取らせていただきたいなと思っています。私も市長であろうが、自分自身一人 の山中光重という人間としても、この平和のために戦い続けるという思いは本当にある中でですね、ぜひ今日本当に静岡でご縁をいただいた皆様方と共に平和に対して思いを持って共に行動させていただければと思います。今日本当にありがとうございました。